取引を行いましょう。ありがとうございました。かしこまりました。仰せの通り。ああ馬は買えなかったですね。馬より鉄砲の方がね、みんな大好きですからね。はい、かしこまりました。歩兵しようか。歩兵。今ね、ご視聴いただきありがとうございます。信長の烏帽子シリーズパワーアップキット。天下不武士なるように、兵の危険編ですね。始めております。これ第19話になるんですけど、できればね、21時には終わりにさせたいので、ね、21話ぐらいでね、終われればなと思います。ちょっと若干ね、このお家ね、ここはちょっと、いらないか。かしこまりました。若干ね、ちょっとね、時間かかってるかなっていうのがね、ありますね。はい。では、進めていきます。あ、今何ポイントなんだろう。負けちゃった。じゃあ出さないとダメだね、また。3900しか出ない。1万。ここいくつだ ?2 万。2万、2万出せば勝てる。2万。先のことも考えて、3万5千ぐらい持っとこうか。出陣する。兵糧はまだあるね、大丈夫だね。こっちから行こうか。こっちから行けば、定数差で絶対勝てる。出陣する。違う。勝てない。さっきの位置でいい。参ります。ここの位置でいいな。こっちの位置はちょっと楽だと思う。出陣する。じゃあ、こんな感じで、ね、進めていきたいなと思う。今、ポイントどんぐらいなんだろう。26、あと10ポイントか。まあ、普通に順調にいけば、勝ち戦だ。勝ち時を上げる。21話で終わりそうだね。うん。手を打ちます。こう出てくるね。部分入場。小十郎さんにあげたいんだけど、この人の方が兵少ないね。この人にあげよう。鉄砲大好きだね。俺鉄砲持ってくよって。うん。鉄砲持ってくんだったら俺頑張るよってね、多分言ってくれてるんだろうね。馬？そんなの無理だよ。って馬じゃ勝てねえよ。出陣する。言ってますよ。本当に鉄砲大好きですからね。うん。いい感じじゃないのかな。うん。じゃあ進めていきます。敵が我が領内に向かっております。うん、籠城するからいいよ。そしたら、ちょっと、援軍借りましょう。貸して、ここ貸して。じゃあこれ、行こうか。いや、近場だけでいいって。たがこんだけのためにね。こんな、張り切んないで。みんな張り切りすぎ。これでいいかな。で、ちょっと援軍まで、俺鉄砲じゃなきゃ行きたくないよって。援軍の兵までなんか言ってますよ。俺鉄砲じゃなきゃ勝てる気がしない。モッブに勝てる気しないって言ってますよね。こいつはなんかいいね。こいつらは。うん。俺馬で全然いいよって。騎馬でいいよ。うん。俺騎馬でいいよって言ってるね。違う。騎馬でいいよって。鉄砲がもうないから渋々騎馬か。渋々騎馬で行くよって言ってるんだね。はい。わかりました。
俺馬も鉄砲もないのってやる気感じないんだけどって言ってるね。多分この子ね、出陣しよう。素手はやだよって言ってくれてます。天軍で剣心別にいらないよ。これでいいか。剣心も借りようか。馬6万もあるんだよ。6万もあるんだ。鉄砲大人気。じゃあここ、出陣するぞ。これで行くぞ。守ろう、守り行こう。出陣するぞ。うん、いいかな。じゃこんな感じで行きます。こうなることは分かった。こう舞台解散しちゃったね。でも強行予感いいね。これ、あ、勝てるね。勝って兜の王子埋もるでないぞ。そしたらこれをまたちょっと筒振りすれば来てくれるよね。皆の者、我に続け。手を打とう。皆の者、我に続け。こっちはあと方位で87日だね。うん、いいね。じゃあ進めていきます。勝ち戦だ、勝ちどきを上げよ。うん、結構いいね。手を打ちます。出陣する。じゃあ進めていきます。この志必ずや果たす。勝ち合いできました。ありがとうございます。それじゃ次の戦に行こうか。揺るぎました。はい、ありがとうございます。勝たねば生きる道はなし。それが乱世よ。なんか毛利がなんか張り切って出てきてるよ。いや別に行かないし、毛利さん。行きます。こっち行こうか。出陣する。待った。行きます。大丈夫だね。うん。平素戦場で有利ですね。じゃ進めていきます。この城もらい受ける。片付けのを存じます。これ1800円でできてくれてるんで、こんなのは参るぜ。じゃあ行きます。進め。あ、入っちゃったね。まあいいや。じゃあ進めていきます。方位36日ですね。方位39日。うん。ちゃんと、なんか向かってきてくれてるけど、あと15日もかかる。ちょっと時間かかるね。舞台枯れてるね、ここら辺ね。じゃ進めていきます。これ勝てる、勝てる。あれ勝てなかったか。したらじゃあこっち行こうか。我に続け。こっちはどうだろう。硬い。これは無理。
無理。包囲で。ここは勝ってるんじゃないのかな。巻き知ったか。やばいね。巻き越したね。これは。あれ解散してやがる。行くぞ。出陣するぞ。これで、ここ守るでしょ、こいつらは。で、あとは、ここら辺とか兵とか戻っ、入ってくることに、期待して。報告いたします。これより表情を始める。かような策はいかがでしょうか。軍事論議ですね。これにて表情を終え。あ、兵糧減少。これ取っときます。ゲッチ。闇取引して。我が覚悟。お見せしよう。手紙二人。ことじけなし。取引を行いましょう。鉄砲が大人気なんで、大人気の鉄砲買います。で、馬人気ないんですけど。かしこまりました。人気がないんで、買うの、失敗しましたね。歩兵しましょう。この辺全然歩兵してないですからね。これを削って、はっ、二条は歩兵やった。ここも歩兵やった。あ、ここか。ほっ。ほっ。だいぶ、あれだね。ノブこっちでも戦争してんの？あと8万7000しかないじゃん、ノブ。兵糧もう枯れちゃうよ。まあ戦争いかんぜじゃん。ノブ。それはいかんぜ。じゃあこっちからちょっと持っとこうか。まだ1ヶ月なんで。時間あるね。34000。行くぞ。こっちの持っとこうか。出陣するぞ。こっちは狙ってる。こっちはこっちで狙ってる。オッケー。じゃあこっちは、包囲にしてたけど、強行に切り替えておきます。あ、で、モグラ入れとこう。モグラ攻め。したら、もう少しこっちから持ってこようか。この辺からだったら出るでしょう。8万もいらない。3万ぐらい。このぐらい？ヒョロ持たない。2万ぐらい。2万弱。1万8000で。出陣するぞ。行くぞ。こっちの方持ってこようか。ここに行ったら負けちゃう。とりあえずここら辺に置いとこうか。兵糧は切る。100日は持たないってことですね。わかりました。では進めていきます。我が野望、何人たりとも止められぬ。勝てるでしょう。我らに負けても恥じることはない。勲章使ってないですね。使っときます。我が覚悟、お見せしよう。で、これで勝ちは揺るぎなくなってくるんじゃないのかな。で、武将入ってきたね。ちょっとこの辺からも出せるんじゃないんですか。1万6000出る。じゃあここ出すふりをして、出陣せよ。集めとこう。手を打ちましょう。出陣せよ。これ勝てますね。みんな、よくやってくれたな。で、兵も少ないけど、強行で、75日時間かかるね。
これはどうなんだ？マイルド。戦場は、先着ぐらいしてしか有利がないね。まあ、行きます。勝てるでしょ。我が部、天下に示す。で、兵も少ない。すぐに落ちますね。で、岐阜は落ちる。で、こっちは、ほい。待って、ここ。なんで7戦もいるのこれ。ああ、こっちとこっち合わせたってことか。悔しいね。まあ、しょうがない。負けたら負けたで。おっと。踏み直したね。ほい、71日ですね。楽しもうぜ。これ勝てるね。勝つなんてことは分かっていません。で、浅井さん落としたね。そしたら、部分入場させて解散しましょう。ここら辺入れといて、解散。ああ、全部ここにいるときは、この辺とかパーッと振り分けてくれたね、きっと。ミスりましたね。これさ、いざ参ろう。こっちつっつけばさ、出陣するぞ。出てくんないんだ。いざ参ろう。じゃあしょうがない、ここで。出陣するぞ。で、じゃあこれはこっちじゃなくて、参ります。こっち叩こう。出陣する。で、22日かかっていくから、多分、大丈夫。帰る。出世の城持ち。高虎さんのあれですね。持ち虎さんですね。持ち虎さんのイベントです、これ。そこの侍さん、俺のことかって言ってお金がないんですよ、高虎さんは。ほうが落ちてしまうと、この辺りじゃ評判なんですよ。いや、その俺は、ほうが落ちる餅、柔らかく餅が口の中でとろけてね、もう旅の疲れなんか吹っ飛んじゃいますよ。さっさこちらへ、つって。勢いで畳んでしまったけど、お金がないということでね。持ち合わせ、なかなかお上手でございますなぁ、ということで。シャレではない、全く一銭たりを持っていないのだ。されど、持ち合わせすぎてつい、申し訳ない。この通り、見逃してくれんのか。なるほど、さようでございましたか。なれば、この場でお代は結構でございます。お侍様は出世した後にいただくことにします。誠が片付けない。そのようなことよりも、無一文ではこれよりも不便でございましょう。わずかばかりでございますが、餅をね、くれましたっていうことで。で、白餅をね、持っていったお侍様が、いずれ白餅大名となった恩返しに、白餅いかがですかなっていうこと。うす、妻の必ずか、必ずや旅、俺は戻ってくる。このまま忘れるぞ。要は食い逃げですね。この店主の温かい振る舞いに感動した高虎は、以降、旗寿司に白丸を三つ並べた、白餅三つとした、と伝わっている。本当に高虎が白餅の大名になったかというと、それはまた後の話ということとなる。ということで、できればその後ちゃんとね、この、ね、商人にちゃんとなんか恩返ししましたよぐらいのところまでちゃんと、描いてほしいですけどね。これ多分食い切りですからね。今のご時世であれば、
普通に捕まっちゃいますね、警察にね。では、こっちも行きたいけど、そっちはなんとかしてもらおう。出陣する。こっち来てくんなかったね。結局来てくれるみたいなことをなんか言ってたのに。行くぞ。こっち行こうか。この硬いところ行こうか。出陣する。休めていきます。待機せよ。あ、死んじゃった。結構早い段階で死んじゃったね。報告いたします。先月の収支です。ゲッチ。手紙を配ります。ことじけなし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 。兵糧化を。取引を行いましょう。ありがとうございました。みんな大好き鉄砲を買います。取り計らいます。仰せの通りに。あと何ヶ月だ。まだあと4ヶ月もあんのか。長いな、このボイも。では進めていきます。これ36日ですね。わかりません。直接決戦は大事、勝ってるんじゃないの？勝てないんだ。3万いくつで持ってって勝てないの？厳しいね。そのこっち行こうか。ここ落としきれないね、これだと。まあ、しょうがないね。まあ、こいつに頼もう、あとは。うん。で、俺はここ行こうか。進め！シール100ならすぐ落ちるでしょう。あー、勝てない、これ。結構舞台解散しちゃったね。手を打ちます。ここ行こうか。ここだったら落とせる。出陣する。勝てるね。あれ？マジで？マジでマジで？いや、こんなところ行ってる場合じゃないでしょ。手を打ちます。こっち行かなきゃ。いざ決戦の地へ。結構厳しいね。まあここは2万いくつで、2万7000で当たってくれるのは嬉しいですね。志果たせぬか、戦場で死ねぬか。報告いたします。ご命令を。はい、ということで第19話はね、この辺でね、終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。